先発は開幕戦以来の勝ち星を狙う大関。そしてその大関とバッテリーを組んだのは、今シーズンからホークスへ加入した嶺井。正捕手甲斐を前に初めてスタメンマスクをかぶりました。初回、伸びのあるボールで打たせて取るピッチング。わずか7球で三者凡退に抑える上々の立ち上がりを見せます。素晴らしかったです。3回、コントロールを乱し、連続ヒットとフォアボールで満塁のピンチを背負いますが、力入ってますね。151キロのストレートで真っ向勝負、無失点で切り抜けます。しかし5回にも満塁のピンチを背負った大関。ここは踏ん張れず、犠牲フライで先制を許してしまいます。それでもさすがは開幕投手、毎回のようにランナーを背負いながらもあと1本を許さず、7回を投げ1失点、111球を投げる力投でマウンドを降ります。さあ、大関の好投に応えたい打線でしたが、侍ジャパンでも活躍したオリックス先発宮城を打ち崩せず、1点を追う8回にはツーアウト1塁、一発出れば逆転の場面で打率リーグトップの柳田。7試合ぶりの無得点に終わったホークス、本拠地ペイペイドームで今シーズン初めての負けを喫しました。